こんにちは、ミシェです。今回の動画では新車速報をお届けしたいと思います。今回ご紹介していきたいのは、本日2023年8月3日に突然スバルさんから発表されたレヴォーグレイバックという車になります。こちらは今年の秋9月7日木曜日よりスバルの販売店にて先行予約が開始するそうです。いや、突然のお話でめちゃくちゃびっくりしたんですけど、まあこのね、レヴォーグレイバックとは何ぞやっていうところでね、今分かっている情報と、あと私の感じたこととかね、憶測の域でもあるんですけれども、そういったところをご紹介していけたらなと思います。このレヴォーグレイバックというのは結構リーク写真とかも出てたと思うんですけど、なんかリフトアップされたレヴォーグみたいな、ちょっと車高高くないみたいな、ちょっと足回り高くなってるよねっていう、そういったコメントが結構寄せられていたモデルになるんですけれども、今回ついにオフィシャルサイトとインスタグラムにてティザー画像がね公開されました。なんかこの写真を見る限り、ヘッドライトはレヴォーグだよねっていう感じがします。ただ後ろのちょっとライトが出てるんですけど、このライトが結構見えますよね。下の部分結構透けて見える感じが、やっぱり車高高そうだなっていう、ちょい上げレヴォーグだなっていう印象があります。で、グリルの部分にヘッドライトからエンブレムで、反対側のヘッドライトまでなんか一本線のようなアクセサリーラインっていうんですかね、そういったものがついていたり、グリル全体の様子はちょっとまだわからないんですけど、ちょっと今までになかったような雰囲気が感じられますよね。そしてこの写真を見る限り、アイサイトは三眼カメラ、クロストレックとインプレッサと同じく三眼カメラが採用されてそうだなーっていうのを、はい、見て取れます。続いて足回りですね。足回りもやっぱりちょっと最低地上高高くないですか。これ多分高いと思いますよ。この感じ、リフトアップしたレヴォーグっていう言葉がね、一番近いんじゃないかなと勝手に思っています。このレヴォーグのボディでリフトアップっていう形、他にあまりないですよね。まあクロストレックが近いっちゃ近いかなって思うんですけど、クロストレックって結構アクティブなイメージ、アクティブかつ結構アウトドア要素が強そうなイメージがあるんですけど、このレイバックの場合すごく大人っぽくって、なんか都会的なグリルとか、このティザー写真でしかねちょっと判断はできないんですけど、クロストレックとはまた違った街中の SUV っていう要素が強そうだなって、ちょっと都会的なイメージが合いそうな雰囲気を感じています。そして内装はこれステッチがブロンズですかね。本当に落ち着いたカラーリング で質感も高そうですよね。このブロンズのステッチと、あとこの何色っていうんですかね、何色っていうの、ここの部分ちょっと明るい色の部分とか、レザーシートなんですかね、結構質感とかもこだわってる感じが見て取れますよね。さて、この車格は他にない車格なんじゃないかっていう話をしたんですけど、私の感じた点で言うと、なんだかアウトバックのちっちゃい版、ミニアウトバックみたいな立ち位置がね、イメージとしては近いんじゃないかなと勝手に思っています。レヴォーグだとちょっと最低地上高が低くて、例えば結構な豪雪地帯に行くってなると、除雪車みたいにガガガガってなってしまうんじゃないかとか、そういった心配がもしかしたらあったかもしれないんですけど、このレイバックはリフトアップしたことによって、レヴォーグの持つ走りの良さだったり、ステーションワゴンの使い勝手の良さを引き継ぎながらも、よりもう一歩先の走行性能をね得られた車なんじゃないかなって勝手に思っています。じゃあ別にアウトバックでもいいじゃんっていう話にもなるかもしれないんですけど、アウトバックって結構買うの断念したっていう声を今まで何件か聞いたことあるんですよ。で、その理由としてはマンションの立体駐車場に入らないっていう理由があったんですね。
アウトバックは結構前幅も大きいし長さもあるんですよ。で確か前幅が1880ぐらいあったのかな。なので機械式の立体駐車場1850ミリまでしかダメだよっていう駐車場には入らないんですよね。それで購入を断念したっていう方も結構ちらほら聞いたことがあったので、そのアウトバックの良さ、アウトバックの良さも入れつつでも使い勝手もより良いみたいな、そういったモデルに仕上がったんじゃないかなと感じています。このホームページを見てもこの発売予定レイバック、いやー気になりますね。全貌が早く見たいなと思います。で価格なんですけど、価格はレヴォーグで振り返ってみましょうか。このレイバックの価格を予想する上でレヴォーグとアウトバックの車両価格を見てちょっと予想していけたらなと勝手に思っています。レヴォーグは最低グレード、まあ、一番の最低価格が310万2000円からです。でアウトバックは414万7000円からということで、まあ、このレヴォーグと同じくらいか、それか三眼カメラとか新しい機能も追加されてるっていうことを見込むと、まあ最低価格はこの間を取って350万ぐらいから始まるんじゃないかなと私は勝手に思っています。で今ちょっとスバルさんのラインナップを見てるんですけど、なんか細長い車が多いですね。フォレスターぐらいじゃないですか、四角い車って。なんかそんな感じがしますね。結構 SUV といっても、まあ、クロストレックだったりレイバックだったりアウトバックだったり、結構長さを感じるデザインの SUV が多いなという印象があります。ということでね、今回は速報動画ということでまだティザー画像しか上がっていないので詳細スペックなどは分かりかねるんですけれども、とりあえず私もねスバル車に乗っているということで注目したい車でもあったので今回速報動画として取り上げさせていただきました。また新しく進捗などがねありましたら私の動画でもレポートしたり、もし車両を撮影できる機会があれば私もぜひ取材させていただけたらと思っているので、新しい動画もぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。ということで今回もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。